グラクソスミスクラインは、イギリス・ロンドンに本社を置く世界有数の規模を持つ、グローバル製薬企業。略称は GSK、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所上場企業。日本では、グラクソスミスクライン株式会社が、現地法人として置かれている。ステロイド吸入剤などの気管自然息治療薬や、ヒスタミン H20 容体気候薬、ザンタックなどを開発。 発売していたグラクソとゾビラックスやレトロビルなど世界で初めて抗ウイルス薬の開発に成功したバローズウェルカムが1995年に合併してグラクソウェルカムとなった。その後、世界初の H2 ブロッカー薬タガメットやオーグメンチン、パキシルなど世界的売上規模を誇る製品を開発、発売してきたスミスクラインビーチャムと グラクソウエルカムが2000年に合併して発足した。ザンタックとタガメットは同薬利を持つ同行の競合品であり、自社品同士での競合を避けるために、タガメットは他社販売へ移管している。日本ではタガメットは大日本住友製薬が販売、ザンタックは第一三共との共同販売活動を行っていたが、2008年4月1日から自社流通のみに変更した。 なお、グラクソウェルカム、グラクソスミスクラインそれぞれの合併時に売上規模などで世界一位となったが、その後ファイザーがワーナー・ランバート、ファルマシアなどを買収して世界一位となっている。ルコゼド、ライビーナとその事業基盤をサントリー食品インターナショナルに2106億円で譲渡した。グラクソスミスクラインの最大の市場は米国で、米国本社事業は ペンシルベニア州フィラデルフィア海軍造船所跡地とノースカロライナ州リサーチトライアングルパークで行われている。日本では2002年にアース製薬と米国のブロックドラッグが提携していたブロックドラッグジャパンの経営を統合しブロック車製造の商品もグラクソスミスクラインが受け持つようになる。2005年11月よりアラガン株式会社が輸入販売していたボトックスを扱うこととなった。 また、2015年3月には、コンシューマーヘルスケア事業本部が、ノバルティスファーマ株式会社の OTC 事業部と統合し、両社の合弁事業として、グラクソスミスクラインコンシューマーヘルスケアジャパン株式会社が新たに設立された、コンタック総合風薬、同社の看板商品であり、 創業から現在に至るまで一貫して、赤と白の2種類の粒で長く効くことをセールスポイントとしている。デルベア期間四全息治療薬。吸入用ステロイドと長時間作動性、ベータに刺激薬の合剤。1日1回1吸入、X、ラバーノーロマン性閉塞性肺疾患治療薬。吸入用長時間作用性抗コリン薬と長時間、作動性、ベータに刺激薬の合剤。 一日一回一吸入。ラマ、ラバテの ZB 型肝炎治療薬。逆転者酵素阻害薬。パキシル世界で最も多用されているスリーの一つ。うつ病、うつ状態、パニック障害、脅迫性障害に有効。主成分は、塩酸パルキセチン。フルタイド機関誌の炎症を抑える吸入ステロイド剤。気管誌全息治療薬の第一選択肢。主成分は、 プロピオン酸フルチカゾーン、セレベント超時間作動型吸入ベータに刺激薬、主成分は、キシナホサンサルメテロール、アドエアフルタイドとセレベントを組み合わせたもの。国により、セレタイド、アドベアという名で発売されている。日本では当初、セレタイドという名称で発売予定だったが、フルタイドやセレベントと紛らわしいので、アドエアという商品名で2007年6月に承認。 発売。サルタノールインヘラー世界で、最も多用されている、気管自然素化発作を緩和する短時間作動型の、気管視覚張薬。短時間作動型吸入ベータに刺激薬。主成分は、硫酸サ,サルブタモール。モダシン臓中用セフエム系抗生物質一般名は、セフタジジム略号はコスオングメンチン配合上、ベータラクタマーゼ阻害剤とペニシリン系、抗生物質の配合剤。 一般名は、クラブラン酸、カリウム、アモキシシリン略号は、クバ、アンプック、同一種成分であるものの配合比を大幅に変更した、クラバモックス小児用ドライシロップの発売により、オーグメンチン小児用カリウムは2009年1月に発売中止、成人用錠剤は今後も継続販売、クラバモックス小児用配合ドライシロップ。一般名は、クラブラン酸カリウム。 アモキシシリン略号は、クバ、アンプック、オーグメンチンとの違いは、コス、アンプックの配合比、オーグメンチンが1、2製剤に対し、クラバモックスは1時14分製剤と、大幅に配合比が異なる。PRSP 等の耐性菌に対しても有効。ゼフィックス種成分はラミブジン、高 HBV 化学療法剤 B 型肝炎、肝硬変等に使用される。ヘプセラ主成分は、 アデホビル、高 HBV 化学療法剤 B 型肝炎、肝硬変等に使用される、ゾビラックス主成分はアシクロビル、高ヘルペスウイルス薬バルトレックス主成分はバラシクロビル、高ヘルペスウイルス薬、ゾビラックスをプロドラッグ化した製剤、ザイロリック尿酸合成阻害による、高尿酸血症及び痛風治療薬、主成分はアロプリノール、ボトックス A 型ボツリノス毒素製剤、 フルナーゼアレルギー鼻炎に用いられる、点鼻用ステロイド剤。主成分は、プロピオン酸フルチカゾン。アラミストアレルギー鼻炎に用いられる、点鼻用ステロイド剤。主成分は、フランカルボン酸フルチカゾン。リレンザ抗インフルエンザウイルス薬。主成分はザナミビル。ディスクヘラーという器具を用いた、吸入剤。1日2回5日吸入。アボルブ前立腺肥大症治療薬。プロペシアトル維持薬。 アルファブロッカーと異なり、前立腺が縮小するという抜本的な治療ができる。前立腺がんや男性型脱毛症にも影響があると思われるが、日本では保険適用はない。ベコタイド一般名は、プロピオンサンベクロメタゾン。日本で最初に使われた、気管自然測用を吸入ステロイド剤。ボンベに特定フロンである CFC が使われていたため2004年に製造を中止し、 大体フロンを使用したタイプやボンベを使わないドライパウダーに切り替え同社の同手動公約はフルタイドグラクソスミスクラインコンシューマーヘルスケアジャパン株式会社はグラクソスミスクラインのコンシューマーヘルスケア部門における日本法人でグラクソスミスクライン株式会社の子会社である本社はグラクソスミスクライン株式会社と同じである2015年3月に グラクソスミスクライン株式会社のコンシューマーヘルスケア事業とノバルティスファーマの OTC 事業を統合し、両社による合弁会社として設立した。設立当初は従来通り、グラクソスミスクライン株式会社とノバルティスファーマ株式会社がそれぞれ販売を担当。その後、2016年からは、グラクソスミスクライン株式会社から継承した製品が順次、 GSKCHJ 社以降。また、ノバルティスファーマ株式会社が取り扱っていた OTG 医薬品も同年5月30日をもって製造販売承認を GSKCHJ 社が承継したことで OTG 医薬品の GSKCHJ 社への承継、統合を完了した。なお、あまり社名を前面に出さず、商品名だけで宣伝し、 提供クレジットや CM でテロップを出す程度である。コンタックの CM に登場するキャラクター名はミスターコンタック。薬のカプセルの姿をしており、1996年から CM に登場し、ビリヤードやスキー、オルガンなどユーモアあふれる独特のキャラクターとして人気が高く、赤と白のつぶつぶ入ってるからやないののフレーズが有名である。小腹亭小平が主に声を担当。 アメリカ合衆国で2012年、グラクソスミスクラインが30億ドルの罰金を支払うことになったのは、選択的セロトニン再取り込み阻害薬のパキシルの小児での有効性を示さず、自殺行動のリスク増加に関かかわらず、子供や青年への適応外用等を謳ったことや、糖尿病治療薬のアバンディアのうっ血性、心不全などの危険性について、臨床データを提出するのが遅れたため、 6年間、アメリカ食品医薬品局の警告表示が不足していたこと、抗うつ薬ウェルブトリニア抗転換薬のラミクタールを適用外用途で病気検伝したことが理由である。これにより、アメリカ合衆国手法省における罰金最高額の記録を塗り替えた。子宮頸がんワクチンに関して、日本での定期接種の推進のための報告書などにも使われた研究は、 利益相反行為と GSK の所属を隠蔽し、発表された論文であった。2013年に中華人民共和国での贈賄事件を皮切りに、ポーランド、イラク、ヨルダン、レバノン、シリアでも疑惑が起こり、シリアでは法律に違反して、医師や薬剤師、政府交換に対して、現金や公演料、接待といった形で贈賄を行い、2014年5月にも、 イギリスの重大不正捜査局による刑事捜査やアメリカ合衆国司法省も連邦海外腐敗行為防止法に違反する疑いで調査を開始している。グラクソスミスクラインの中国法人は2014年9月、贈和遺罪によって30億元の罰金が言い渡された。同社幹部5人には執行猶予付きの2から3年の懲役刑が言い渡され、うち1人は 国外退去となった。現在の提供テロップはグラクソスミスクラインである。その他には週替わりでテレビ番組に提供するが基本的にスポット CM。以前の社名時代から数々のテレビ番組などの提供番組ではポリデントまたはポリグリップの CM が放映されていた。ありがとうございます。